一番反省したのは、ゆずの、ゆず、ゆずの結婚式、結婚式ね。暴れた？いや暴れてない暴れてない暴れてないけど、俺とさだまさしとで、あの岩沢と、あとそれからあのこれ、なんや、ジョイ、久石譲さん、久石譲さん、はい、譲さん、久石さん、久石譲さんですね。ここにあの音楽家のね、小田和正さんがいて、俺とさだがもう、さだがもういろいろ言うてくるから、ボソボソボソ喋るし、まだ挨拶する前やし、うん、俺が挨拶せなあかんわけ、その前にね、あのなんかケーキ入刀終わってんの、それでお前ら静かにしろよって言うたはったんですよ。誰が？小田和正さんが、お前ら大人だ、静かにしろって言って今ぐらい笑ってたんだ。分かった、怒られるし、小田さんも好きやからな、佐田も仲良くてるし、で小田さんに怒られる、そればっかり、お前ら何笑ってんだよな、大人だろとか言って静かにしろよって。ほんでその俺の挨拶の前に、そんなんあると知らないんだけど、狂言師の人が出てきて、わーって歌わるわけよ。あのそのなんていうの、歌いを、おそう、うん、高砂やいって歌わんねや、さっきまで俺らもうちゃんと見てるやんか、小田和正が振り返って、考えられない顔だって自分で言うた自分で言うたと。そんな俺らに怒っといて自分に余っちゃって、余っちゃって、俺とマサシで脇をガーッてやめろやめろやめろ、なんだよ、そば降りてきはったの、おーうわ、来てます来てますよ、はい、向こうまで行ってまた帰ってきやがんねん。何やってんのこの人は。この人は歌いながらずーっとこう走ってんの、なんか走ってあるわけや、会場会場俺らも笑ってないのに、小田和正はもうやめろやめろ、俺らだ俺らだやめろ、うわーなったよ続いてうわーやめろ、最後まあ後ろにずっと立ったんだけど後ろに来ちゃったんだそれはたまんねえな、あれ手はおかしかったわ、もう笑わせた、俺も悪かったけど、場にそぐわないと思わなかったんだからねさあその後俺が挨拶ちゃんなみんな持って行かれたから向こうに、そのこれにその通りやればいい、やった何してるみたいな俺だったらやるよその通り、こうやって私たちも実はアナウンスチームで同じ席にいたんですけど、本当に鶴瓶さんが笑いすぎて逆にそれが目立ってたっていうぐらいにずっとこうやって爆笑されてて、師匠じゃないですか、俺もやし小田さんも、小田さんも2人でずっとこうやってやって、それが目立っちゃって、目立ちすぎてましたね、それで最後に一言、もう怒られますって言ったら、嫌われてもいいって言そんなにダメだったんだ、そんなシングル出さんすごい慎重になっちゃう、次の曲嫌われてもいい、もう嫌われてもいい、笑っちゃうわそれ出たら、ほんと笑うとあかんところで笑ってまうやろ、あれ嫌われてもいい、いいね、小田和正さん、そう